はい、今日は簡単に作れるチヂミ作っていきたいと思います。レンコンとクミンがたっぷり入ったチヂミ風なおつまみです。まずは薄力粉 30g、 上新粉大さじ1ぐらい入れて、塩を少々ボウルに入れました。フライパンにごま油を入れて熱しておきます。ボウルの方にはお水、80ミリを一気に入れて混ぜていきます。はい、そこにレンコンスライサーで切っていきます。だいたい 100g ぐらい、つからないかなぐらいの量で、はい、よく混ぜていきます。はい、フライパンの方に、熱くなったフライパンに一気に入れて伸ばしていきます。そこにベーコン、5ミリ幅ぐらいに切ったベーコン、まずはクミン、お好みですがたっぷりと振りかけて、全体に振りかけて、これベーコン、まずあらかじめフライパンでカリカリにしておきました。これも全体に振りかけて、クミンシードがいいアクセントになっております。苦手な方は入れないで、もう全然美味しく出来上がります。はい、カリカリに仕上げたいのでごま油周りに流し入れて、はい、ひっくり返します。焼いている間につけるタレを作っておきます。お醤油大さじ1強、お酢同じぐらい大さじ1ぐらい入れて、最後にレモン汁お好みで小さじ1ぐらい、これが漬け汁です。はい、こんがり焼けたらお皿に盛ってパセリを散らして完成です。ビールによく合うおつまみ料理、毎日アップしております。チャンネル登録、高評価、コメントもぜひよろしくお願いいたします。